の試合の先発メンバー全員のサインまでカープグッズですが、今日は T シャツを1名の方にプレゼントします。 TSS のホームページ、携帯サイト、あがきでどしどしとご応募ください。ご覧の要領でご応募ください。さて、では今日の試合、ここまで5回が終了しましたが、振り返ってまいりましょう。2回です。タイガースの先発は藤浪でしたが、エルドレット4番の一発がここで飛び出します。低めのボールをうまくすくい上げました。これがレフトスタンドに突き刺さって、まずカープが先手を取ります。2回の裏、一方のタイガースはゴメスのタイムリーで追いついた後、5回でした。鳥谷のまずタイムリーヒット、逆方向にうまくなっていく鳥谷らしいバッティングでした。これで1点を勝ち越します。タイガース2対1。そして新井亮太のこのホームラン、バット投げも綺麗に決まりました。藤浪には大きな援護点、これでスリーランホームランで5対1、点差が4点となっています。さあ、ということで解説は金本智明さんでお送りをしているわけですけれども、はい、まあ、ここまで5対1、やはりあの一発というのはかなり効いたなという感じはしますけれども。いや、まあ当然ですね、はい、ご覧の通りね、3点ですからね。ですね、まあ、カープとしてはですね、まあ、もちろんカープファンとしては先ほどちょっとお話をさせていただきましたが、はい、優勝できるかもしれないシーズンという期待を持っている2014年だと思うんですけれども、はい、どうでしょう、今シーズンカープにこれから必要なものっていうのは金本さんからどんなところが必要なものですか。必要なものですか。大雑把に聞いていきます。まあ先ほども言いましたように、はい、エルドレッドキラーは中心となって、はい、まずそこ中心にこう打線を組んで足を払っていくというね、はい、この2人を打たないと、やっぱ打線に地図はできないんで、他にはね、いっぱい、なんていうんですか、1番バッターも2番バッターも、6番バッターもいるんですよ、大抵には3番バッターも。ただどうしてもこうガツンという、こう長打を打てる選手がやっぱカープにまだいなかったので、その役割をこの両外国人の選手が、しっかり役割を果たすことができると面白いと思いますね。なるほど、はい、足はね、もう使えるんでね、はい、丸、菊池、そよぎ、木村、ね、みんな足速いですし、ベンチで控えてる選手も足が速い選手が多いんでね、いろんな作戦は取れると思うんですよね。ただ、長打を打つ、長打が欲しいところで長打を打つっていうのは作戦じゃないんでね、はい、その本人の選手の技量しかないんでね。さあ、そしてカープは2番手に釣りアレンを持ってきました。これ雨の試合で先発がこの前流れたんですが、調整の意味を込めて登板間隔を空けすぎないようにということで、クリをリリーフで2番手に持ってきました。藤浪のバッティング、逆方向伸びていく、あっと入った、藤浪のホームランが飛び出しました。野手顔負けのバッティングをクリから放ちました。第1号のソロホームランです。なんと藤浪にホームランが出ました。いや、伸びましたね。そうですね、今ね、はい、ちょうどね、ボールがね、ボール、はい、飛んでるのが問題になってますけど、はい、それにしてもね、素晴らしいですね、逆方向にね、そうですね、高卒の2年目のピッチャーですね。そうですね、いや、先ほどの新井亮太選手とほとんど飛距離が変わらないぐらいの同じ場所にほぼ飛んでいきました。これは敵ながらあっぱれではありますが、点差は開いてしまいました。6対1。このボールでした。クリのこのストレート、逆方向でした。6対1、カープが追いかける点差が5点になっています。打順がトップ。